グループ BTS は、プラットフォーム X 上で、ボイコット BTS、ボイコット BTS、と、BTS 解散、BTS 解散、というハッシュタグをつけた数グループのネチズンによって突然プッシュされた。これらのハッシュタグの悪影響を懸念して、BTS ファンコミュニティであるアーミーは力を合わせて、BTS は7人です。BTS は永遠に、など、グループに関する肯定的なハッシュタグを X のトレンドのトップに押し上げました。上記のネガティブな波の背後にある理由は何ですか？ジョングクのソロは成功し、BTS は解散を呼びかけられた。11月12日、ビルボードは BTS の末裔でメインボーカルのジョングクのデビューソロアルバム、ゴールデン、がビルボード200チャートでレコードセールスで初登場2位になったと発表した。具体的には、ゴールデンは21万ユニットを売り上げ、ナンバーワンのアルバムは1989年、テイラーズバージョンの24万5千ユニットでした。この結果でも、ゴールデンは依然としてビルボード200で K-POP ソロアーティストの最高売上枚数のアルバム記録を樹立しており、このアルバムの売上枚数は時にはビルボード200をリードする多くのアルバムを上回っている。一部の韓国紙は、少し運がなかったことを残念がり、もしジョングクが、現在アメリカナンバーワンの音楽スーパースター、テイラー・スウィフトとほぼ同時期にアルバムをリリースしていなかったら、ジョングクはナンバーワンになっていたかもしれないと述べた。ビルボード200でトップの座を逃したにもかかわらず、ジョングクのソロアルバムは、K-POP ソロアーティストの様々な記録を破ったため、依然として大成功とみなされています。アトランティック、氏は彼を、自分自身のポップスターの夢を追いかけている、とコメントし、目は将来のポップの王、と予測した。11月9日にタイムズスクエア、アメリカ・ニューヨーク、で行われたパフォーマンスは会場に1万人の観客を集め、ソーシャルネットワーク上で熱狂を巻き起こした。それ以来、ジョングクの一部の極端なファンは、ジョングクは BTS として活動し続けるのではなく、ソロになるべきだと信じています。彼はとても才能がある。私はゴールデンがデビューする前に新しいファンだったが、彼はソロになるべきだ。この才能を無駄にしないでください、というコメントが、BTS 解散のハッシュタグのトップにあった。それには、JK がソロで行く、というハッシュタグが添えられている。さらに、BTS をボイコット、というハッシュタグは、グループの共通のファンコミュニティであるアーミーがアルバム、ゴールデン、を熱心にサポートしていないと一部の過激派が信じているという事実に関連している。これらの呼びかけや否定的な情報を撃退するために、アーミーコミュニティは、BTS は7人です。BTS は永遠に、BTS が道を切り開きました、などの肯定的なハッシュタグを X のトレンドのトップに数十万件の投稿とともにもたらしました。このノイズは、ソロの成果の理由に加えて、今回ジョングクとコラボレーションした人々の私生活からも来ています。一人目はスクーター、ブラウンです。アメリカの音楽界の大物で、かつてジャスティン・ビーバー、カニエ・ウェスト、アリアナ・グランデのマネージメントをしていた人物で、グループ BTS の親会社であるハイブの米国本社であるハイブアメリカの CEO でもあります。スクーター・ブラウンも、ジョングクのアルバムをゴールデンにする決定に大きな影響を与えた人物の一人だ。しかし、スクーター・ブラウンも一部の聴衆からは敵視され、テイラー・スウィフトの音源をすべて買い占めたため、テイラー・スウィフトは激怒し、アルバムをすべて再録音しなければならなかった。同時に、2023年のイスラエル・ハマス戦争に対するブラウン、ユダヤ人、の最近の立場も、一部の K-POP ファンの間では物議を醸していると考えられていた。スクーター・ブラウンだけでなく、ゴールデンやシングル、セブン、3D、スタンディング・ネクスト・トゥ・ユーのプロモーション中にジョングクと共演したダンサーたちも、物議を醸すような政治的見解を持っていたり、ソーシャルメディアで、スキャンダルを起こしていたことが発覚した。これらの論争により、
少数の聴衆がゴールデンアルバムのボイコットを呼びかけたとき、ジョングクは突然、非難されるようになり、男性歌手は周囲の人々の個人的な問題に責任を負うことができなかった。このボイコットの傾向は大きくはありませんが、それでもジョングクの極端なファンやグループのアンチファンを刺激するのに十分であり、BTS をボイコットするよう呼びかけています。BTS に向けられ、ジョングクのソロ活動を求める不当な反対に対して、アーミーはジョングクが常に自分にとって BTS の重要性を肯定していた最近のインタビューの多くを引用した。ウェバースアプリケーションを介したライブストリーム中に、彼は、BTS は私のソロキャリアよりも重要です、と宣言しました。この男性歌手は、巨大なポップスターになる夢を認めたものの、BTS がいなくてとても寂しく、2025年のグループの復帰を楽しみにしていると強調した。ソロアーティストとしてソロ活動をしていると、BTS がとても恋しくなることがあります。控え室にいるとき、一人でステージに立っているとき、スタッフと食事をしているとき、彼らがいないと虚しさを感じます。再度、と BTS の最年少メンバーはビルボード誌に語った。